はいどうもこんにちは、レッツです。ということで昨日は島村購入品の動画をね、あげたんだけど、昨日ね、話したアピールの購入品を今日はやっていこうと思います。サンリオ好きだよとか可愛いもの好きだよって方はぜひともチャンネル登録お願いします。今回ね、みんな広告見た。もうアベイルさんからのもう LINE で広告来るんだけど、その広告見た瞬間もうめっちゃ可愛いと思って、速攻でもう明日行こうって決めて行ったよね。で、それ買ってきた明日が昨日なんですけど、今回のアベイルさんの広告はなんとシナモンくんの20周年アニバーサリーを記念しての20周年記念のサンリオグッズみたい。でね、アベイルさんの広告見たらさ、見てちゃんとシナモンくんのプロフィールっていうの書いてて、なんかね、シナモンくんって大体身長が 21.5 センチなんだって。え、ちょっと待って。21.5 センチだよ。ちょっとメジャーでかすぎん？え、21.5 センチでしょ？これ 21.5 って、あ、ちょっと行き過ぎた。21.5 ってさ、これだよ、このサイズ。21.5 って何か近いのないかな？あ、身近にいつもいる俺の推しキャラのハンギョちゃん。このハンギョドンがね、どれぐらいの大きさなんだろうね、気になるよね。で、このハンギョドンくんが、だいたいね、ちょっと待って、身体測定します。このハンギョドンくんがだいたい 21.5 センチです。すごくない？この帽子のところまでで、21.5 センチ。ってことはだよ、もしシナモンくん買ったら、この大きさのシナモンくんが等身大ってことだよね。え、めっちゃ可愛くない？妖精さんじゃん、マジで。ってことは、よく店頭で売ってる、お店にいるあの大きなシナモンくんは、ジョンボシナモンくんって呼んだらいいの？あれ。等身大これだよ、だって。まあ、それは良しとして、まあ、今回は、そのシナモンくんアニバーサリーで、俺もちゃんとしっかりお買い物してきました。ってことで、早速今日も何を買ってきたか開けていきましょう。それでは、スタート。はい、ってことで買ってきたのはこちら。いや、今日帰ってくるときさ、島村さんとアベルさん両方行ったから、一瞬ね、間違えたよね。あれ、どっちが島村さんの袋ってなっちゃった。ってことで、まず一つ目。いや、でもさ、今回のアベルさんめちゃめちゃ混んでて、これ開店の15分前ぐらいに行ったんだけど、もう人並んでて、え、絶対人気だよね、今回。ってことで一つ目、こちら、デュレレレー、こちらでございまーす。待って、もう色がさ、シナモンくん風の淡い感じでめっちゃ可愛いの、これ。やばくない？ってことで一つ目はこちら、サンリオのタオルでございまーす。今回はね、全部広告品のものを買ってきたんだけど、これがね、FT2P3 シナモンエンジってやつで、シナモンエンジってことか。お値段590円の税込み649円でございました。ただこれね、2枚組です。みんな見て、ほら、もうここにさ、ほら、シナモンくんいるんだけどさ、めっちゃ可愛くない？もうこの感じやばすぎでしょ。見て、逆だ、ほら、推しのハンギョドンくんです。やばくない？めっちゃ可愛い。しかもさ、こっち行くとさ、ほら、ちょっと覗いてる感じ可愛すぎん？っていうか、この絵のタッチのハンギョドンめっちゃ可愛い。シナモンより目青いし。え、しかもさ、見て。ちゃんとシナモンくんの20周年のマークついてて、めっちゃなんか特別感ある。ただ出てるこれ、ほら、ナイロンピンをハサミで切ってください。このハサミで切るの苦手なんだよね。大丈夫そう。さあ、どうだどうだどうだ？あ、ちゃんと綺麗に切れました。この綺麗に切れるとね、安心するよね。で、ちゃんと今回も2枚組。これだいたい1枚300円でいつもお得だなって俺思うんだよね。こんだけキャラクターついてて。これ広げてみるとさ、見て。てるるー！ほら、広げてみるとこんな感じ。え、めっちゃ可愛くない？で、見て、開いてみると余計にシナモンくん真ん中いてめっちゃ可愛さ増してる。で、見て、黒みもいるし、マイメロちゃんもいるし、ハンギョドンにさ、タキサムがいたりとかさ、もうハピダンブイのメンバーとかもう可愛いのばっかりいるんだよね。もう可愛さの大渋滞でございます。いや、でもめっちゃ可愛い、ほんとに。ちなみにタオルは後ろこんな感じで白になってまーす。タオルの質感はね、あ、いつものアベルさんのタオルだって感じのやつ。いや、もうこれはもうみんな、きっとわかるでしょ。これめっちゃ手触りいいの。っていうか、俺の最近引き出しはもうアベールさんと島村さんのタオルがいっぱいあります。そして、お次に。これフリーザ様だからね。お次はこちら。もうこれはね、お店に1個しかなくて、本当に買えるかちょっとヒヤヒヤしたやつ。それがこちら、ドゥルルル、見て！ハンギョドンのポーチでございまーす。めっちゃ可愛すぎ。ちょっとさ、このほら、幼可愛いハンギョドンが光沢を増してます。可愛すぎる。え、やばくない？このハンギョドン。で、今回これも広告の品で、サンハンギョポーチってやつで1200円の税込み1320円でございました。いや、ハンギョドンってさ、結構こんな感じの、まあ、ちょっとパステルカラー寄りだけど、あんまり薄すぎない色のキャラクターっていうイメージだったんだけど、こういうさ、見て、パステルハンギョドンになってもめっちゃ可愛いよね。しかもさ、これ刺繍になってるから、さらにさ、ちょっと立体感あってマジで可愛い。で、下にはね、ハンギョドンっていうロゴも入ってる。
でみんな思ってでしょ、ハンギョドンしかいないんだ今回、サユリいないんだなと思ったら、見て後ろ、後ろにね、ほらここちゃんとねサユリがいます。なんでか離れ離れになってしまったハンギョドンとサユリ、果たして二人の行方はいかに。ポーチってさ、まあ、いろんなね、なんかしっかりしたやつとか、いろんなタイプあると思うんだけど、今回シナモンくんってさ、結構いつもなんか一番くじとかにもふわふわとかテーマになってるじゃん。で、そのふわふわ感を出してるのか、ポーチもちょっとふわふわ感あるんだよね。めっちゃ手触り。っていうかさ、やっぱりさ、こっちはさ、さゆり見えるし、こっち見たらハンギョドン見えるのめっちゃ可愛い。で、今回このポーチはね、他にもシナモンくんと、プリンくんと、ポチャッコと、あとクロミちゃんがいたようでございます。全部で5種類なのかな、今回は。っていうか、お一人様、1種類1点までらしいよ。すごくない？めっちゃ人気じゃん。今回めっちゃ人気だったもん、言ったら。なんかこのチャームとジッパーもね、同じなんかこのパープルっていうのがいいよね。っていうか、ハンギョドンでパープルってめっちゃオシャレじゃない？で、これ開けてみると、中何色だろう？ディンディンディンディー。お、見て、中もさ、ちゃんとね、パステルカラーのこちら、パープルになってます。めっちゃ可愛い、これ。このラベル可愛すぎん？ハンギョドンもクロミもいる。やばいね、これ。で、次は、最後はね、これ。いや、もうこれはね、買いに行った時に、実はこれもうラスイチで、もしかして売り切れたと思ったら、もうそこのカゴのね、一番左に、こうやって貼り付いて、もう待っててくれたかのに、こうやって貼り付いていったんだよね。ということで、ソロ狩りしてきたのはこちら。ということで、最後はこちらです。これはね、もう最初から一番に買うって決めたやつ。それがこちら、デュリリリリリ、こちらでございます。可愛すぎる、このトートバッグ。え、やばくない？トートバッグです。で、今回さ、シナモンくんの20周年記念じゃん。なのにちゃっかり、真ん中魚丼いるんだよね。めっちゃ可愛くないこれ。で、このバッグの名前が、サン、お風呂トートってやつで、お風呂トート、あ、イラストがか。お値段1500円の税込み1650円でございましたー。こちら。で、見て、まず表にね、プリンくんがね、なんかめっちゃ頭洗ってて、で、ハンギョドンがね、なんかちゃんとさゆり洗ってあげてて、シナモンくんがね、普通におしゃれに洗ってるんだよね。めっちゃ可愛すぎん。で、下にはね、サンリオキャラクターズって書いてある。この文字可愛すぎてやばいでしょ。下もなんかおしゃれだし。で、表はさ、こんな感じで可愛いイラストなんだけど、後ろがね、結構、至ってシンプルな、ほら、キャンバス調になってまーす。え、めっちゃ可愛くない？いや、俺は普段、本当にね、もう買い物するときとか、もうもろね、あ、ハンギョドン持ってますよ、みたいな感じでお買い物行くんだけど、たまにさ、なんかちょっと、このハンギョドン好きだっていうのね、知られたくないときに、あ、B さんだ。あ、どうもこんにちは、って言うんだよね。だからそういうとき、普段はね、可愛く持ち歩けるんだけど、あ、ちょっとバレたくないっていうときはね、ほら、こっちにできるから、めちゃめちゃこういうバッグ、いいんです、みんな。でもたまに、こっちで持ってて、あ、あの人だ！ああ、逆じゃんってなる時もあるから、みんな気をつけよう。まあ、それはあんまりないか。でもすでにさっきさ、もう普通に肩にもかけれるし、ちゃんとね、真ん中のところにもスナップボタンついてるから、これね、中のものが出る心配も軽減されてます。やっぱいいね、キャンバス帳。なんだかんだで俺結構好きだよ。丈夫さも結構あるし。で、こういうのってさ、いっぱい入るし、なんかいっぱいお買い物した時本当に便利。で、中はね、こんな感じで、結構大きめで、あ、ちゃんとね、ほら見て。内ポケットもね、めちゃめちゃでかい、ほら。ちょっと待って。このバッグのラベルも可愛すぎる。はい、ということで、シナモンくん20周年だけど、ハンギョドンのものをいっぱい買ってきた、アベイル購入品紹介動画でございました。いや、でも本当に今回はどのキャラクターもめちゃめちゃ可愛いし、いつもとね、違うタッチと色合いがまたね、魅力を引き上げてくれたんじゃないかなって思います。いや、もうこれはね、シナモンくん20周年だったけど、いや、もうこれは絶対買いだと思います。こちらの動画に高評価とグッドボタン、チャンネル登録をぜひとも皆様よろしくお願いします。他にも各 SNS やってます。よかったら概要欄から皆様フォローお願いします。それではまた明日皆様お会いしましょう。いつも見てくれてありがとう。バイバイ。コメントもたくさん待ってます。